鉄砲伝来の島、種子島の西之表市で全国火縄銃大会が開かれました。全国火縄銃大会は種子島への鉄砲伝来480年を記念して開かれたもので、種子島の3つの鉄砲隊のほか、長野県松本市や大阪府堺市など全国15の火縄銃の関係団体130人が参加しました。衣装をまとったそれぞれの鉄砲隊は連射や一斉射撃などを行い、迫力ある演舞に訪れた人からは盛大な拍手が送られていました。すごい勢いでびっくりしました。ですけど砲術、あれがすごかったですね、びっくりしました。当該から来ていただいたことに対して本当に感謝したいと思います。10年後、20年後、480年、500年というふうに節目の年にこういう大会ができればと思っております。